久保さん、いや、 AI でも人間でもまあ変わんないっすね。大したというか、まあ手なずけ方とか聞き方次第で変わっちゃうので、まあ人間に対しても、まあ失礼というかね、まあ聞き方次第では、例えばね、億万長者合宿に参加して本当に稼げるんですか？億万長者合宿に参加して本当に儲かるんですか？億万長者合宿に参加して億万長者になれるんだったらいくらでも払いますよ。っていう質問の仕方をされると、まあ、困っちゃいますよね。AI も困っちゃうと思いますけどね。いってらっしゃい。